皆さんこんにちは。今日はですね、スピーカーのレビューの動画を作ってみたいと思います。どんなスピーカーかというと、この後ろに見えておりますフォーカルのコーラというシリーズですね。こちらの806っていうやつなんですけど、ご覧の通りブックシェルフ型ということで、コンパクトなサイズになってますが、専用のスタンドに立てている状態です。このコーラのシリーズって、ラクスマンさんが日本では扱いがあるんですけど、フランスの、ね、メーカーのフォーカルが出している比較的こうリーズナブルな、頑張れば手が届きやすいというシリーズなんですよね。で、以前に私はこれのトールボーイ型は聞いたことがあったんです。というのもですね、前に音楽講座みたいなのをやった時にラックスマンさんにご協力をいただいて、いい音で講座の方を進めようということで、こういうラックスマンのアンプとかプレイヤーと一緒に、ここに映ってます、コーラのこの長いやつ、こちらはですね826っていうやつなんですけど、これを講座で使用して聞かせてもらってたんですね。ですごく自然でいい感じの音がするので、私の部屋にももしやブックシェルフ型だったら置けるかもと思ってですね、でそれでちょっと気にはなっていたんですけど、じゃん、このように1ヶ月ぐらい経ちましたかね、導入をしました。まあ、大体鳴らし込みもいい感じで、できてきたかなという感じなので、そろそろ、レビューをと思ってこんな風に動画を、作っています。こちらがですね、色がすごい素敵なんですよね。後で近づいてみますけれども、このブルーグレーかかった感じが私のもう好みのもうズバリなお色で、でも他にもこういうオフホワイトみたいな、これもいい色ですよね。横の木の部分がちょっと白っぽい、木も白っぽいんですけど、私のはこう横の部分も濃い感じの、これトールボーイ型ですけど、このね感じとかで、この806こういう風に黒もあるんですよね。なんかすごい今人気みたいで、やっぱりおうち時間がね長くなってるので、スピーカーそのものも多分結構売れてるんじゃないかと思うんですけど、このコーラも人気。ただこれすごい本当にフォーカルのマークがね、ちゃんと後でお見せしますけどついてるんだけども、まあえっていうね、これはペアで、定価は98,000円、税別税抜きでっていう感じなんですね。それでまあちょっとどうなのかなと思って聞いたら、っていうね、やっぱり大きなお部屋でトールボーイで聞いてたのともまた全然違う感じで、肉薄するような、自分のね小さな部屋の中で聞くと、スピーカーこの小さなブックシェルフでもここまでっていう感じですね。今すごい狭い部屋なんですけど、はい、ちなみに私のお部屋はこんな感じになってまして、とっても狭いんですね。もうすぐ壁と壁がくっついてる感じです。6畳一間ですのでね、普段はここに仕事をしに来ているんですけれども、でもね、なんかこの趣深い感じはとても気に入っていて、こんな風に90度の角度で、システムを2つ並べているというような状況です。このお部屋だともうちょっと十分すぎるというか、持て余しちゃうというか、もっとちょっと大きなとかでも鳴らしてみたいなって、まあちょっと周囲の音とかも気にしながらのボリュームで、まあそれでも存分に楽しめる音量でいつも聞いていて、特にご近所からはうるさいですよコンコンとかは言われていないので、まあ結構そこそこ鳴らしちゃったりもするんですけど、全然もう本当にパーン
スコーンドーンみたいなねいい感じで鳴ってくれるので最初から驚愕したんですけど、まあでもあのカリッカリのねちょっと解像度高い感じが最初あって、いやこれは楽しいぞと、あのハイレゾ音源とか聞くのもいいし、でもやっぱりアナログにもつないでみたいしとか思っていて、でまあ鳴らし込んでくるうちにやっぱりあのカリッカリ感が少しあのいい感じにこうまろやかにはなってきたような、自然さが際立ってきたかなっていうそんな感じになっています。あとで、得意の空気録音をあのこちらでタスカムのDR-07X でちょっと音をあの取ってそんな感じでやってみたいと思っています。あ、そう、どうしてそういうレビューを作ろうかなと思ったかというと、このあのフォーカルさんのコーラなかなかちょっと普通のお店で出会えないというか、あのすごく多分きちんと探してですねオーディオ専門店に行けばあると思いますし、なんかねそういうリスニングルームショールームみたいなところもあるのかもわかんないんですけど、私があの日頃出入りしているようなお店ではちょっとなかなかあの実機に出会えないんですよね。例えばあのちょっと敷居の高いオーディオショップとかなかなか行けないので、あの秋葉原のヨドバシカメラとかはかなりあのオーディオ充実していて、いろんなブックシェルフもあの試し聞きができて JBL とかね、あのダリとかいろんなのがバーって並んでるんですけど、これはないんですよね、コーラがあのフォーカルさんのがなくって、なのでちょっともうあの家でダイレクトに聞くっていう感じになったんですけど、いやもう導入して本当に良かったなって今思っています。ちょっとあのご検討されている方には少しでも音の印象をお届けできればと思いますので、後ほど空気録音の音は聞いていただきたいと思います。まずちょっとその見た目のところを一緒に見ていただこうと思います。近くで見るとこんな感じです。いいですよね。で、あのおーってなったのがここですねここにフォーカルのマークが入ってます。こんな感じです。そして、今回専用スタンドも別売なんですけども導入しました。で、これがはいフォーカルのマークついてて素敵っていう感じです。それでちゃんとほら、あー見えるかなスパイク入っておりますよ。あの受け皿が今見えてますけど、見える？ちょっと厳しいですけど、あのとんがってるやつね、こう針状になっているやつなんですよ、下の部分が。なのでまあちょっと私これ畳っていうのがどう反応してるのかちょっとわからないんですけど、やっぱりちょっと低音が引き締まる系のあの感じになってるということですね。ね、このブルーグレーの色がいいんですよ。それで後ろなんですけど、はい、よいしょ、ん？見えますか？見えてない。はい、後ろバナナプラグ対応でございます。で、これこういうふうにここに入れればいい感じなんですけど、最初ここにキャップがついてるんですね。で、そのキャップがですね非常に外すのが大変だった。もちろんここをくる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 って回すとあのバナナプラグじゃないバナナプラグじゃない普通のね接続の仕方ができるんですけど、最初はここにキャップがついてるんです。みちっとここにね埋まってるんですね、キャップが。で、これどうよっていうぐらいかなり苦労しました。そのキャップを取るための推奨されてる方法としてはラジオベンチでこうぐーっと引っ張るっていうことだったんですけど、あのもう取っかかりが本当に数ミリしかなくって、ラジオベンチで全然もう力入れて抜けないような感じだったんですよね。で、私はだから結局あの配線とかをパチンパチンって切るような
ちょっと刃物になっちゃってるようなやつだったんですけど、それでグーってゆっくり引いてやっと抜けたっていう感じでした。で、一つはもうかなりなめってしまってもう取っかかりもなくなっちゃったので、最後は千枚通しをグーって入れてちょっとこう持ち上げて、で最後ちょっと浮いたぞ来たっていうところで、またそのラジオペンチみたいなやつ、なんていうんだっけな、配線をパチンって切るやつでもうとっ捕まえてやっと抜けたっていう感じで、まあなんとかちょっとバナナプラグ対応にしないと、いろいろとかひかやりたい時に面倒なので、ちょっとそれはまあ苦労しましたけど、まあでもできてよかったなっていう感じですね。はい、では実際音を聞いてみたいと思います。まずはですね、最近実はある方に教えていただいたんですけど、パブリックドメインになっている音源を聞けるサイトがありました。でそこからの音源を、今つながっているのがマランツの CD レシーバー MCR612 なんですね。でこれとっても使いやすくて優秀で、ネットワークプレイヤーにもなるんですよね。でここに例えばiPod や iPad や、そして私の場合は今はこの iMac、 これとこう連動させている状態になりまして、iMac で例えば Amazon Music HD でハイレゾの音源をこっちに飛ばしたりとか、それ以外の、まあ、YouTube でも何でもウェブの音はこちらに持ってきて、でこれが今、フォーカルさんにつながっているところになってますので、これでそういうパブリックドメインの音源を一つ、聞いてみたいと思います。マーラーの復活なんですけど、結構ゴリゴリにいい感じに低音もなりますし、金管のパーンって飛んでくるところもあるので、第一楽章のそうですね、最初の3分ぐらい聞いてみたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか、ね、結構迫力満点な感じでね、実際に聞こえてるんですけれども、この音源はですね、ショルティ式ロンドン交響楽団の演奏で、これは1966年、
5月の録音ということでパブリックドメインの音源、こちらを使用してみました。さっき、近づいた時にお伝えしそびれたんですけど、このスピーカーの専用スタンドのちょっと素敵なところは少しこっちに上がってるんですね。こっちに上がってる、聞く人に向かって少し傾斜してるんですよね。これがなんか微細な、なんか良さが生まれてるポイントもだと思うんですけど、まあ、はい、続いてはこのコーラ806でアナログレコードを聞いてみたいと思います。今度はですね、前回、別の動画でもですね紹介したこのちょっと誰だかわからないけど名演ですっていうね、ヘルマン・ケーラーさんとのバイオリンとジョージ・ハイムさんというピアノのこの美しいジャケ買いをしたちょっとよくわからない奏者2人の、ベトベのバイオリン・ソナタなんですけど、つないでいる機材こちらアンプ、実はこれも最近導入しましてね、トライオードのやったープスバンの 300B の玉でございます。これは、TRVA300XR というやつですね。で、ティアックのこちらの350っていうねプレイヤー、リーズナブルなんですけれども、そして、ラクスマンの、こちらの話題のステレオさんから出しているフォノイコライザーですね、これでもってつないでおります。ではアナログの音もお楽しみください。というわけで、今日は、フォーカルさん、日本ではラクスマンさんが扱っている、こちらのブックシェルフ型のスピーカーコーラ806というののレビューをいたしました。
すごくおしゃれな色味で、パワフルに小さいのになってくれる素敵なスピーカーなので、ぜひご紹介したいと思いました。なかなかお店でね、視聴ができないですので、ぜひちょっとでもこの動画が参考になれば嬉しいです。今日はクラシックの音源をご紹介しましたけど、とてもつぶさに音を表現してくれるので、こういうジャズの名盤とか、ジェニファー・ウォレスのこれはハモンドオルガンがすごいかっこよく入ってくるんですけど、ホルンの音とかもポップスなんだけど、すごくそのアコースティックな響きが生かされてる音源とかを聞くのもめっちゃくちゃ楽しいスピーカーですので、少しね音にこだわって、でも狭いスペースしかないんだよなという方、ぜひこちらも候補に入れてみてください。ではではまたお会いしましょう。くれたスピーカー重いね、やっぱり。開けてみます。よいしょ。いや、出すだけでも一仕事だね。あ、これはあれだ、カバーのとこですね。お、来た。これがね、これがね、あー、いいね、かわいい大きさだ。これがね、いい色なんですよ。よいしょ、こっち向いてる、こっち向いてるよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、じゃあ、よいしょ。これじゃちょっとまだわかんないね。よいしょ、よいしょ、ね、よいしょ、よいしょ、あっち向いてる。よこらせ、よこらせ、あ、腰にくる。これどのくらいの重さあるんだろうな。よいしょ。いいでしょ。ふむふむ。最終的にはこのフォーカルマークが見えるんだ。こんななんかすごい強そうなやつ、これが足のところにこうなるんだね。本当？これビス、なんか足つける前にやればよかったかな。かっこいいですよね。やっぱりね、スタンドを使うだけで全然音変わりますもんね。はい、なんとかなんとかできました。ちょっとカメラが曲がっている。スタンドに無事に刺さった立てることができました。固定できました。ちょっとね、もっと苦戦するかと思ったら意外と大丈夫でしたね。探り当てながらネジの位置行くのがちょっと大丈夫かなと思ったんですけど、うん、そんなに思ったほどの苦労はしなかったです。よかった。いや、ちょっとすごいかっこいいですね。めちゃくちゃかっこいいですね。私は聞くときは多分サランネット外すかな。まあでもついててもこれはかわいい、丸いからね。ただちょっと誤算がありまして、私の今愛用しているこちらのフォステクスさんと非常に距離関係が近いので、フォステクスを聞くときとこっちフォーカルで聞くときは90度位置が変わるんですが、変えて聞くにしたときに、こうフォステクスで聞くときにこの子がちょっ と音の通り道を邪魔しそうなので、まあ、ちょっとこうフォステクスをこっちにもっと持ってこようかなとか、今いろいろこれからまた考えますけれども、まずはまあ10日間ぐらい鳴らし込みも必要ということなので楽しんでみたいと思います。完成。